Stop it. Get some help.稲妻について知りたい？いいぜ。お前には散々世話になったからな。今日は三五宮様のお使いも一段落したし、この五郎が稲妻を案内してやろう。じゃあまずは貿易港離島について。お前も鎖国中に稲妻に入ってきたから知ってるだろうが、ここは関所だったんだ。三五宮様から聞いたんだが、大昔は何もない荒れた島だったらしい。それを数百年前の勘定奉行柊木広志公が港にしたそうだ。優秀な人材の名前が後世にまで残っているのはいいことだよな。鎖国令が降りるまでは遠い異国の商人たちですごく栄えていたらしいぞ。俺もこれからの幕府が稲妻をどんな国にしていくのか楽しみだ。神奈塚とは言うが、別に墓というわけじゃない。神のいない丘という意味なんだ。幕府と俺たち抵抗軍が戦ったのもこの地だったな。幕府はここを長い間前線の拠点にしてきたんだ。海に切り立つ岩壁はなんというか壮観だよな。そんな中に建てられているのが稲妻最大の精錬施設タタラスナだ。ここでは巨大な鉄溶鉱炉で刀とかに使う上質な鋼をずっと生産してきた。お前も武器の手入れはしっかりやってるか？鋼の扱いはちょっとコツがいるんだ。今度また教えてやるよ。ここは渡積島。やはりここが一番落ち着くな。稲妻の中でも独特な植生が広がっていて、島全体がサンゴと美しい植物に覆われている。この島の幻想的な風景は俺たちの自慢なんだ。ふふん。自然と滝に囲まれた真ん中にあるのが三五宮だ。三五宮の下にはこの島の住民がかつて住んでいた場所、塩化宮への入り口が隠されている。縁から覗く池の水面が一年中月のように光り輝いているから、夜の景色は神秘的で素晴らしい眺めだぞ。大昔この島のご先祖様は知恵によって海の底に白夜国という国を作って暮らしていたそうだ。どういう仕組みかは知らないが、白夜国だけの太陽があったって話だ。自在に昼と夜を切り替え、時間を見失わないように詳しい歴史書まで作っていたんだぞ。当時は文化も何もかも今の渡積島とは違っていたらしい。地上には持って出られなかったのが残念だ。読書家の三五宮様のことだ。読めればきっと喜ぶだろうからな。さっき言った通り、この島の人々は昔はみんな海の民だった。そこに大きな蛇がやってきて、海の渦に巻き込まれたサンゴが島になったんだ。この大蛇がオロバシの御事様だ。不毛の土地で飢えた渡積島の民を救うため、大蛇は鳴上島に攻め入ろうとした。戦の被害は甚大だった。その一つがこの無双陣狭間だ。これはあの雷電将軍が大蛇にとどめを刺した時にできたものなんだ。海風がこの骨の眼を吹き抜けた時、時折笛の音が聞こえるんだ。それは大蛇自身や戦で犠牲になった人たちへの鎮魂歌だと言われている。いや、大丈夫だ。次に行こう。次は鳴上島だ。さ、ここは鳴上大社。稲妻で一番大きな神社だ。俺はよく山登りをするんだが、ここの山は登りごたえがあると思うぞ。それに朱色の鳥居が立ち並ぶ姿は圧巻だよな。だがここの宮司はあの、またなんだかおかんが。旅人、すまないがすっごく大事な用事を思い出した。続きはまた今度。じゃあまたな。逃がしたか。
逃げ足の早いやつじゃ。わっぱよ、久方ぶりじゃの。何をしておったのじゃ。ふむふむ、稲妻の案内をさせておったのか。ほほう、縁下の宮の話まで。ん？わっぱ、人に物を頼むときはそれ相応のせいよ。な、汝、それは油揚げではないか。まあ五郎を逃がしたのは十分の一くらいわらわの責任と言えなくもないからの。ちょこっとだけ付き合ってやるとしよう。わらわこそがこの鳴神大社の宮司、そしてこの神社が守っているのがあの神王じゃ。この桜が散ってしまうことはない。心に願いを持つ者が陽光山を登ればここにたどり着ける、そう言われておるな。わっぱも旅の途中、心に迷いが生じた時にはみくじを引きに来るがよい。まあ何時らだけでここを歩く時は妖理どもに化かされぬよう気をつけることじゃな。もうからかわれた後じゃったか。この城下町は稲妻で最も栄えておる。花見坂を歩けば稲妻の美食を味わえるぞ。うなぎに寿司、三色団子、うむ、屋台のおでんや焼きそばもそうじゃな。稲妻には美味なものがいっぱいじゃ。ずっと話しておったら疲れてきたの。ん？ひよう餅をわらわにおごってくれるのか。ありがたくいただくとしよう。そういえばえいも昔からひよう餅が好きじゃったの。鳴神島の南にあるのが青来島じゃ。今はこんな雷雲に覆われた島じゃが、大昔はそうではなかった。天雲峠に雲が渦巻いておるのが見えるか。あれはとある雷鳥の無念の現れなんじゃ。青来島のさらに南にあるのが鶴見。前は一年中濃い霧に覆われた島じゃったが、今は晴れておるみたいじゃの。鳥の像がいっぱいあるじゃろ。ここにかつて住んでおった人間たちは雷鳥を信仰しておったんじゃ。しかし悲しい出来事の末、雷鳥はここの住民を皆滅ぼしてしまった。雷鳥はエイの手によってその報いを受けた。いつの世も人の思いとはまことにままならぬものじゃな。今日も暇だにゃ。神社が毎日綺麗なのもうちのおかげにゃ。そうじゃな。いつ見ても晴れておるのは浅瀬神社の周りだけじゃな。まあこんなものかの。あとは汝自身で見て回り感じるとよい。汝の物語は汝にしか紡げぬものなのじゃからな。稲妻も A もここ数百年の暗闇からやっと抜け出せたばかりじゃ。これからの稲妻を楽しみにしておるがよい。さてわらわは帰ってこの油揚げをつまみに小説でも読むとするかの。